サリナドリ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 、はい、リオと今回はなんとメイちゃんのお友達からマッタケが送られてきました。しかもじゃじゃん、こんなでっかいマッタケです。見てるよと、ちょっと手に取ってみましょうか。大きいの、大きいの持って。マッタケがたくさん送られてきました。すごくない？自分の顔よりでかい。そう、すっごい大きいの。これを使って今日はリオトとマッタケご飯とホイル焼きを作っていきます。で、このマッタケを使ってリオトに調理してもらおうと思います。マジでやばくない？これ、こんなでっかいマッタケ見たことある？ない、ないよな。ではでは早速いきましょう。まずはこのマッタケを拭きましょう。きれいに、これでかい、これで、これで炊き込みご飯しよう。オッケー。拭いて。あの、砂がついてるから、拭いてください。はい、りょうとこのカメラの前で拭いて。はい。はい。食べたことあるよな、まったけな。わかる。でも、分かってないかも、りょうとが。すっごいでかくない？それ、すごいよ。この皮みたいなのをめくる。あ、めくらない。これ、あの、土だけ取る。なんか取れちゃった。でっかい、やばいなこれ。はい。で、これを炊き込みご飯。はい、まずマッタケを切っていきます。まずここ根っこで切れるかな。あ、ここママやろうかな、それは。ここ、ごめん。はい、かザクッと切ってください。で、ここはちょっと、わあすごいね。で、これを半分、半分に切って、あとこれはな、手で裂いていきます。これ手でさ、こっちは包丁でやる。どれ？これちょっと待って、いけるかな。じゃあこれをリオとこうやって切っていける？こうやって細く、細く、うん、あ、気をつけて、さささ、せーの、ぎゅ。こんなに細い？うん、いいよ、細くて。ぎゅ。なんかいい匂いする。やろ？これがマッタケですよ。これでかいな。ここよいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。あ、太い。いける？気をつけて。こんなでっかくなっちゃった。これさ、うん、これでいっか。いや、これでかすぎやね。ここを切ろう。ここで切ろう。もったいない。こんなさ、こんな豪華なことあります？で、これはこうやって。うん。りっくん、あのな、包丁使うときってこうやってスライドすんねん。オッケー？よかった。そう、ちゃんと切り切って。うわ、太いな。あ、急、ママやるわ。ママやる。危ない。これちっちゃい。はい。で、うわ、すごい量やな。これ1本でも。で、これちょっと量見ながらやろう。ここにお米を入れてください。ここ？うん。はい、全部入れて。これ入れて。はい。え？いいよ。はい、続いてはここにこれ入れてください。この中に入れて、お醤油、お酒、みりん、だしなどなどを入れた。あ、入れていいよ。全部？うん、全部入れていいよ。はい、それでちょうどぐらいかな。混ぜる？はい、それで、はい、これ混ぜてください。はい、 OK です。で、そこに、はい、このマッタケを大量に入れてってください。はい。大きいの真ん中に。
全部入れて。で、うわー、立派な松茸。上に置いて。よいしょ。で、これはこうやって手で裂いて入れてください。じゃあ、すっきり。ああ、めっちゃ落としちゃう。うん、落とさないで。これ食べられへん。いいよ、入れて。入れちゃう、入れちゃう。汚い。コロナウイルスっていうもの知ってますか？バイ菌っていうの知ってますか？バクテリアっていうの知ってますか？はい。はい、これこうやって裂いてみて。これ？これを。すっごいたっぷり、やば。どんだけ？そう、でかすぎでかすぎ。え？もっとさ、ちっちゃく。これぐらい。こう、うん、それもでかいかな。こんぐらい。うん。いい匂い。やろう。なんか最初臭いなと思ったけど。うわ、やばこれ。多すぎ。すっごい多いな。全部食べられへん絶対。ママ食べるわ。え、太るで。うん、いや全く太らへんで。え、じゃあ食べる。すごい量。やば。大量に。いやもうこれぐらいにしといた方がいいかも。ちょっと入れすぎや。オッケー、入れていいよ。じゃあこんなに上見て、うわー、大量のマッタケを投入してこれを炊いていきます。じゃあ次はどうしますか？次はマッタケ。あ、これ洗う。あ、それも拭き取ってほしいな。洗うっていう、そのさ、これこれからキッチンペーパー水に濡らして、折りたたんで拭く感じ？強く？砂が取れたらいいよ。砂？泥？うん、泥的な。え？はい、ご飯スイッチオン。いくぜ。開くぜ。で、これでどんぐらい置いとくの？え、それでいいよ。で、次は？はい、次。はい、続いて。続いてはホイル焼き。ホイル焼きにしようと思います。生っていうか、どういうこと？ホイル焼きってこうやって食べるの？ホイル、あのホイル焼くね、焼くね、ホイルで焼く。これをこうして、ここに。これは？それ切って、さっきみたいに。いける？はい、いける。こんぐらいでいい？でかいね。いや、でかい。これを半分。待って。リオと手危ない。それは。どう切る？そうね。オッケー。切りたい、切りたい。細く？ちょっとブロック。うん、こんぐらい？一口。一口ぐらい。あ、うん、それでいいよ。こっちにしよう。こう？うん。こんぐらい？こっち向きがいい。ああ、オッケー。いいよ。よいしょ。もう一回こう。いける。ああ、そうしないで、普通に切って。いける？切りにくい。あ、ちょっと斜めに。そういう時は。よいしょ。あ、これぐらいあればぴったり。一本でもこんなに。じゃあこれをちょっとホイル焼きしていきます。これお塩をかけて。はい。OK。じゃあこれをホイル焼きします。はい。醤油の匂いか。あそこかな。あ、もうしてる？うん。よいしょ。はい、ピー言ってきました。あと1分。リオと匂いに来て。いい香り。うん。お、すげえ。超いい匂いじゃない？うん。わかる？うん。早く楽しみ。まだもうちょっと待ってね。はーい。ホイル焼きができました。イエーイ。
ちょっと開けてみましょう。はい、こうかな。あと熱いよ。もうこうやってこうやってやったらこれこれめっちゃいい匂い。じゃあちょっとすだちを絞ります。このまま食べる。そう、このまんまちょっと食べよう。ラップ取らないで、ほら、あれ銀紙取らないで。はい、はい、はい、どうぞ。ありがとう。いいえ。じゃあちょっと待ってね、ここで食べよう。これいただきます。いただきます。見せて食べるとか。うん、うん、おいしい。ああ、おいしい。めちゃくちゃおいしい。高評価。うん、めちゃめちゃおいしくない、うん、やば。味が変化。僕がこんなバカと購買うなんて、うん、最高最高。やば、おいしいね。うん、あ、ホイル焼き少し総味の白だしを入れましたと、お塩。うん、赤超おいしくない。うん、ここおいしそう。食べていいよ、この辺。ここ、うん、うん、うまい。おいしい。やばっ、おいしい。止まらへん。ホイル焼きおいしいな。うん、おいしい。うん、やばい。もう一回食べたい。リオトからのリクエストでもう一回、もう一回ホイル焼きします。おいしかった。うん、おいしかった。ホイル焼きおいしいね。で、こんな風に裂いた松茸に少し、あ、塩も入れるけど、総味の白だし、ひと回し。そして、お塩。お塩もこれぐらいかな。少し入れます。はい、ホイル焼き第2弾ができました。イエーイ。おお、うわー。で、あれ？すだちを絞ってください。ちょっと待って。アイスだち絞ってください。うわ、ママの目に飛んだ。ママの目に飛んだ。痛い。大丈夫。絞った。あ、いいよ、種もう一緒に入れちゃいな。痛い。種いいよ。ちょっと下にそのまませんといて。OK。 絞れました。あ、いいよいいよ、そんな絞らなくて。はい、はい、絞れました。いただきます。いただこう。いただきます。うん、おいしい。やばい。うん、あ、コケオケ一個増えれば。うん、おいしいね。うん、どう？あ、この本かもしれない。ん？なんて？うん、この本。うん、美味しいね。うん、うん、やばい、こんな真っ赤かほうばっかん生まれて初めて。うん、あく、うん、イエーイ、ペロリと完食。はい、では炊き上がったようです。リオト君、開けてください。うおー！混ぜていい？混ぜてください。いけるかな、リオト、混ぜれるかな。ママがやろうか。大丈夫。いける？いける。よいしょ。うわ、美味しそう。うわ。ちょっともうお茶碗に入れようか。うん。じゃあちょっとママがお茶碗に襲います。はい、ありがとう、はい、ありがとう。はいはい。おお、え、これおいしい、これおいしい、絶対これおいしい。松茸多い、松茸多いとこ。やったー、うわー、やばい。めっちゃある。まあもう、ま、松茸ご飯っていうか
松茸ご飯っていうか松茸、もうご飯も食べて、もう入れとこう。食べていい、はい、食べて、どうぞ、これどうぞ、ちょっとこの、はい、これ食べてください、はい、どうぞ、はい、リオと食べます、はい、どうですか、お米も柔らかくて松茸も美味しい、美味しい、よし、じゃあママいただきます、もう松茸たっぷり松茸ご飯です、あくっ、うんうん、バッチリ味加減、うん、美味しい、美味しいね、でも猫舌やから、うん、よく食べれてるね、うん、おいしい、うん、おいしい、めちゃくちゃおいしい、加減バッチリです、あーおいしい、うん、最高、もうすぐ食べたすぎて台所で食べてます、私たち。でもこれ夜食の時やるよな。台所でな。やば、なんか音するなと思ってリビング来たら、なんかママとママが無限ピーマンとか作ったり、うんうん、うん、めちゃめちゃ美味しいね、うん、ごちそうさまでした、ケイチョン、ケイチョンのお友達ありがとう。